いやー、皆さんおはようございます。ということで、何日目だ？ 7 日目か。7日目やっていきたいと思います。で、ダイヤモンド、エメラルド、あと、闇の水晶だっけな？闇のクォーツか。で、現世で手に入るのはこの2つなので、これを手に入れるためにちょっと今回はね、奮闘していきたいかなと思っておりますよ。で、かまどはこれ、お肉もらっちゃおうか。完成してるのでね。で、これはちょっと、薪じゃない。石炭が足りないみたいで、牛肉があるから、こっちには牛肉を入れておこう。牛肉を入れて、2つ入れておけばいいでしょう。で、ここは、あー、もったいないな。これはちょっともったいないので、これは取っておきましょう。多分金鉱石がこの後また手に入ってくるとは思うので。よし。じゃあ行きますか。さっさと行こう。時間は決まってるからな。んで、ここら辺のクモちゃんは今はフレンドリーなので、特に気にすることなく、この例の海岸に。おお、邪魔だよ。邪魔だよ、ベイブ君。で、例の場所に来ましたね。てか、もっとさ、あれだね。スルッと地下に行けるような何かを作らないと、この移動が結構タイムロスにつながってるかもね。でも一応この行き方がね、一番 一番記憶に残ってるから、これが一番迷わない行き方かな。行き方と帰り方かた、ん？帰り方かなって思うから、なんとも言えないよね。難しいよね。慣れた帰り方を取るか、慣れてないけど、時短を取るかのどっちか。まあ まあ、時短は取らないっていうので、なんかもう今そういう話になってたじゃんっていう感じなんですけど、まあ、いいや、とりあえずは進んでいきましょう。で、マグマっぽいのがありそうなエリアがあったんだよね。なので、それを、ちょっと確認しつつ、マグマの近くには、ディアモンドが埋蔵されてるという伝説があるので。埋蔵っていうか、まあ、生成されてるという伝説があるので。それを確かめるべく、ちょっとディ、やばい。こんなとこで出るかな、普通。やめてやめて。あ、おっ。え？ また妙なところで爆発したな、おい。まあ、特に問題はない場所で爆発してくれたからありがたいけど。いやー、あんなところにいるもんだね。で、あー、そう。ここに降りて、あ、やばい。いっぱいいるな。この雲も今敵か。で、水はどうしよう。水はなんかそこら中にあるから、一応埋めておくか。これ、水流が結構邪魔だからね。よし、オッケー。これで、奴らが来るので、戦闘して倒しましょう。オッケー。あー、レッドストーンか。レッドストーンはな、結構あるんだよな。で、こっちの方にマグマの、こっちじゃねえや。反対側にマ、ん？いや、ここにもマ、うおー、怖っ！何これ 怖すぎるでしょ、この、なんだこれ、なんかの映画みたいだな。センターオブジアース的なね。なんかそんな雰囲気を感じますけども。これは水持ってきてもよかったかもな。とりあえず、ツルハシで、鉄を取っていきましょう。これ死ぬとね、死ぬと終了なんで、ちょっと気をつけたいですね。おお、よかったよかった。でね、個人的な話なんですけど、ちょっとね、ヘッドホンが死にかけてんのかなって。結構、まだ買ってから1年ぐらいなのに、もうすでに死にかけてる疑惑がね、ちょっと発動してて、個人的には悲しい感じですね。まあ、つっても5000円ぐらいの安物を買ったから、まあ、怖っ。なんだこれ、本当にやばいな。ここなんだよ。これ降りれねえじゃん。
降りたらなんかディヤモンド見つけられそうだよね。ちょっとここら辺掘ってみるけど、なんていうかこれ非耐性のポーションかなんかあったら潜っていけるかもっていう感じだけど、そうでもなければ無理だよね。こんなとこ行けないっすよね。あそこに金がある。あーなんかディアモンドありそうだなこれめちゃくちゃありそうだぞ。ここで無理をして死ぬと全てが水の泡ですからね。そこは気をつけたいところ。死んだらその場で終了ですから。ありそうだなーこれこれ砂持ってくるか。砂とか砂利とかそっち系を持ってきてマグマを埋めちゃうってのも、まあ、手ではあるよね。どこまでがこれマグマなのかちょっと気になるんだけど、埋められる距離にはないか。怪しいなぁ。ありそうだなぁ。ありそうだなぁ。でもまあいいや。ちょっと危険は犯さないようにしよう。落ちたら終了ですからね。で、ここら辺に石炭があるので、これは回収だね。これは問答無用で回収していきます。いやぁ。あのマグマのところすげぇ怪しいなぁ。ありそうだな、普通に。あ、でも、ここにも金があるから、待って。おお！まさか、やられたわー。やられましたね。やられましたよ。こちら捜索隊デルタ。行方不明になった社員のキャンピングカーを発見した。これより接近する。いやしかし一体何が起きたというんだ。爆発の跡がある。これは生活感があるぞ。そうか、おそらくここを拠点に生活をしてたということだな。そしてこの近くには洞窟があるってことだな。これが奴の成果ということか。なかなかいいところまで行ってたみたいだな。これだけでも持ち帰ればなかなかの報奨金をもらえただろうに。奴は姿をくらましたということだ。それでは社長の言う通り、このキャンピングカーを破壊しよう。この存在が明るみに出てはいけないからな。よし、これで私の任務は終了だ。これより起動する。